24時からの電話です。全国では飲酒運転による重大事故が多く発生しております。飲酒運転は重大な法律違反です。お酒を飲んだら車の運転はやめましょう。ただいま場内および球場出口が大変混雑しております。お時間に余裕のあるお客様はお席にてお待ちいただきますようご協力をお願いいたします。北海道日本ハムベイカーズの札幌ドームがゴミの資源化リサイクルに向けて分別回収を実施しています。プラスチックのカップ、紙トレー、お弁当の外箱などはそれぞれの専用ボックスに入れてください。クリーンエアスタジアムでご観戦いただき